ケツダシロです。まだね、35連勝まで頑張ってきました。はい、ちょっと結構しんどかったね。うん、2周目3周目は割といけるんですけど、4周目がちょっと鬼畜すぎて、そこで何回も死んだんですけど、やっと戻ってきましたね、この35連勝目まで。いやー、てか動画撮っとけばよかったな。正直1周目2周目とかはさ、もうほんと見応えないんで、もうなんか動画撮ってなかったっすけど、次回から撮ろうかなと感じっすね。うん、でもほんまでも1周目2周目ほんま簡単やねん。問題は4周目からかな、個人的に強なったなって思うのが。はい、行きましょう。さあさあ、今回の対戦相手ですが、私の調査ではどうやらゴーストタイプを得意としていて、剣魂一滴のバトルを心がけているようですよ。よし、まあとりあえずこの初手のこのポケモンガチャに勝たないとダメなんですよね。はい、まず技見てみましょう。レジスチルな。はい、早速順伝から来ましたけど、いや技がちょっと用ないなこれな。まあ強いねんけどな、特防防御やばいやろこれ、バケモンやん。でもまあ悪かないねんけどな。お、オーダイル。オーダイルはこの方のオーダイル前にも見たことあるけど結構強かったよね。でもね、両刀か。ライチュウ、ウィンディ、白いハーブ。あ、なんじゃこの技構成は。こいつは絶対取らん。こんなん絶対取らん。おりおり、こんなん絶対取らへんぞ。じゃあ初手レジスチルで全自破分巻いて、でまあこいつは受けループみたいなのできるん で受けループはできへんか。まあできへんけど、もうわからん、ちょっと難しい言葉使ってもね、よくないんで。お、あ、でも、オーダイル戦闘でもよかったかな。まあ、いっか。ライチュウ、ウィンディ、鬼ドリル。ここはウィンディかな。この白いハーブ持ちのウィンディでいけます。さあ、でもほんま、この間さ、25連勝、26戦目で、負けましたからね、余裕で。本当に難しい。だほんま、だから、相手が何出してくるか、あと、最初の初手の、ポケモンガチャを、制さないとあかんっていう、そこだけやねんな。まあ、勝てなあかんねんけどね。これゴーストか、ゴースト多分これ冬やろ。電磁波巻いて影分身ガン積みして原子の力でも5回しか殴れんのか。え、どうすんのこれ。原子の力5回でムーマ倒しきれんかったらどうするわけこれ。まあ、電磁波押すか。出たー、これでもう交換できませんやん。もうまあ、大丈夫、ムーマごときで負けるはずがないし。ん、何したお前。え、何外した？え、なんで？ん？何が起こった今？お前、それはあかん！てか、なんで電磁波外してないの？え、光の粉を持つとかそういう感じ？これ何も見てなかったさっき。いやー、これ攻めるしかないな。どうせこれ相手交換してくるんで、うわ、最悪やな。滅びの歌。いい！お前も、え、どうせ交換すんやろ、こいつ。死ぬ前に、死ぬ間際に。いや、それはあかんって。思いのほかさ、原子の力が食らってないな。やばい、完封されるかも。ちょっと待って。嘘やろ、こんなんで負けんの。ちょっと待って、ムーマにさ、有効打取れたやつおらんねんけど。なになに？ああ、食べ残しね。いや、こんだけ硬いさ、防御力を誇ってんのに、こんな滅びの歌で滅びてしまうなんてことがあっていいんですか。いや、うっせ、マジかよ。ノーダメで死ぬわけ私は。しかも混乱麻痺っていう一番害悪な。結構これ、うわ、全然もわかん。いや、害悪すぎるって、うわ、マジか。え、どうしたらいいかな、これ。とりあえず、サマヨール。サマヨールを完封するには、まずウィンディでさ、いや、じゃあ、オーダイルでいけるわ。ウィンディはもう奥の手。ここは、波乗りね。連打できます。多分これ半分食らうんで、確定2発でしょうかね。サマヨール、もしかしてこれ、特防高いポケモンこれ。特防高いポケモンですか。いや、マジちょっと嘘でしょ。マジかよ。いや、それは聞いてない。なんなんこの耐久。う
うわー、一番外野がこれまだあれや、怪しい光電磁、まあさすがにサマヨールは電磁波覚えへんやろ。大丈夫なこれ。マジかよ。うわー、ちょっと待ってくれよ、これ一戦目やで。5周目か、違う、え、6周目の一戦目ですよ。また負けんの俺は。ちょっとやめてくれ、本当にもう俺、もうこれ以上さ、これ以上、やり直したくないんですよ。もうしんどすぎる。一周、すんのに30分かかんねん、これほんま。それだけは、ちょっと本当に勘弁してくれ。殴れ。てかこれ、激流発動してるこれ。いや、めっちゃギリ発動してないか。てかもう混乱直ってくれ。どうせムーマやろ、これ。なんかムーマもなんか、よう分からんけど、あれも麻痺してくれてるから、ここはもう波乗り一択。いやー、治れやん。こんなん治れやん。よし、えらい。これ、ギリ激流発動してんのかな、発動してへん、出してんのかどうか。うわー、で、また滅びの歌でしょ、どうせね。はい。で、まあ、うん、出た。で、まだ黒い窓の出ししてもらって、まあ、でもええわ。大台路は捨てるから。捨てで、おし、ナイス。しびれんな、オッケー。まあ、大台で捨てでええねんけど、最終的に、まあ、なんだっけ、ウィンディーか。そう、ウィンディーでオーバーヒート2発打てるから、それで絶対持ってけると確信してます。で、ここでどんだけ食らわせるか。まあ、波より一択やねんけどな。うん、まあ、しゃあない。もうこれはしゃあないな。で、絶対2発打っ、耐えたけど、あ、でもあかん。マギア。感じに先生の爪発動してくれたんですけどね。まあ、ウィンディのオーバーヒート2発で勝てます。勝てるよね。多分スーパーさん勝ってるから。コミックだか覚えてんやん。あれもオーバーヒートでいいやろ。いや、これはまあ一発で持ってくかもね、もしかしたら。いけるか、いける。あ、まあまあさすがにそこまで甘くないね。うん。そして、この白いハーブで、ステータスを元に戻す。んまあ、ここがどんなクレオかやな。まあ、一発ってことないよ。うん。半分くらいじゃん。ほらね。おっしゃ。こらえる?ちょっとやめて。あ、まあ、でも、新速で一発か。いや、新速持ち、やっぱウィンディ強いな。はいはい。まあ、これはもう、ね、関係ないからね。こらえる覚えてるサーナイトって何をしてくんだろうな。ハムラ、え、あれ、大丈夫。新速で終わりと。オッケー。さあ。でも、この、まあ、交換なしでいいよな、これは。言うてそんな強い部分もらんかったし。まあ、ムーマが、強いて言うならムーマがうざかったけど。まあ、いけるでしょう。はい。いや、一戦待って、一戦で。8分かかってんねんけど。やばくないですか。こだわりなし。よし。あ、間違えた。大丈夫です。このままいきます。ちょっと、これは、どえらい時間かかんで、これ。まあ、そりゃそうかな。こんなん、淡々とやって勝てるようなもんじゃないからね。バトルフロンティアって。そりゃそうですよ。今までやってそうやったんやから。なんでこんなピンポイントでさ、弱点ついてくるポケモン出してくんの、これ。でも、原始の力は抜群やねんな。これ、大文字で死ぬもしかして、これ。でも、原始の力で落としきれるわけないから、一回電磁波投げます。あ、そら死んだ、そら死んだ。白いハブ持ち、これ。だいぶ食らう。いや、死ぬやろ、これ。ワンパンやろ、これ。うわ。ああ、耐えた!耐えたけど。出たー。おい、ウィンディより強いやんか、お前。ファイヤーで。完全上位互換やん。どうすんのこれ。殴るしかないか。何ああ、タイム残してね。ちょっと麻痺上振れてくれ、ちょっとこれ。なんとか、麻痺上振れてくれないと、勝機は見出せんぞ。めっちゃ食らうやん。2発でよかったやんじゃ、これ。あ、でもあれか、素早さ負けてるから、どうせ。麻痺打っててよかったかな。よし。まあ、しゃあない。まあ、1-1交換って感じかな。次、大ダイル出して、波乗りで一発という感じでしょうかね。
相手強なってきたな、ほんまに。さあ2体目、問題は2体目やな。2体目3体目が問題やな。てかこのなんかオーバーヒートで白いハーブでステータス元に戻す方多すぎへん？ちょっとなんでそんな弱点をさ、いとも簡単についてくるのこの方たちは。波乗り今一つ、ちょっと待てよ。ドラクロ、カワラワリ、カラワラリですね。まあ一発で持っていくことはないと思うから、カワラワリでちょっと削るしかないか、これ。で、この2ターン目、先生の爪発動していただいて、ちょっとでもダメージ食らわすしかない。めっちゃ行くやん、行くやん。ありがとう。何、ね、お盆か。マジかよ。まあでも、新速で落とせるから、この道。これはしゃあないな。いやー、結局また、あれか、ウィンディー頼りか。なんなん、この、すんなり勝たせてくれよ。おい。すんなり勝たせてくれ。マルマインは超素早さ速いんでね。ここはもう新速で。マルマインの特性って何やったっけ？静電気ちゃうやんな。静電気だっけ？ちょっと静電気とかやったらだるいで。うわ、もう言うてるそばからもなんかもう、フラグ回収していくやん、この静電気じゃなかったっけつって。なんでこんなことなんの？おい、マジかよ。いや、これはある。いや、でもこれはだいぶ食らいそうな気がすんぞ。ハイブ一致のヘドロバッグな。うわぁ。うわぁ、もう、嘘。ちょっと待って。耐えて。うわぁ、やった。おい、なんで 10% 引いたんこれ。ヘドバグの外してあるっけこれ。マジで、もうなんでこれ。もうやだー、もうまたなんでこんなむずいんやろな。ほんまに勝てん。ちょっと待って、これ何があかんかった俺。いや、じゃオーバーヒートのなんでこれ 10% 外したの、 10% なんで引いたんこれ。いや、運で負けたわ。間違いなく運で負けた。これは完璧な立ち回りをして運で負けました。だってだオーバーヒートで確定一発で持っていけたんだって、打つボットに関しては。で、麻痺の確率もくぐり抜けて、はい、殴ったと思ったら外すよ。どんな確率やねん、これ、マジで。90% 外す、これ。恐ろしいな、このゲーム。体調悪なってきた。体調悪なってきた。またやり直しかよ。こう見てるやつもなんかあれやろうな、多分この時間的にこいつ負けたやろなって思ってるやろうな、これな。こいつ負けたわと思ってる。だって14分で7人抜きできるわけないもんね。普通30分ぐらいかかるもんね。この再生する前に動画の再生時間見て、あ、こいつ失敗してんなって、もうネタバレやん、これもう。ネタバレなってるやん、間接的に。もうええわ。ちょっと、もう一回やるわ。さすがにちょっともう一回やり直すけど、時間かけてやろうか。ちょっとわかんわ。いやー、もう。
わかんない、時間かかんねんこれ。次回必ず勝ちます。とりあえず35連勝目まで進めとくわ。うん、そこまではまあ割と簡単っちゃ簡単やねんな。2周目3周目まではまあ全然いけるから、ちょっとテンポよくいきましょう。以上、ケザシロでした。